ついに楽天市場で公式に iphone を購入することができるようになりましたので、そちらに関してお話していこうかなと思います。さらにね、この楽天市場で購入することができることを記念して、iphone 販売開始キャンペーン、まあ、こんなものもね。行われましたので、合わせてお話していこうかなと思います。はい、楽天モバイルに関してはつい最近 iphone が公式対応端末になりました。まあ、それを記念して iphone とセットでね。最大2万円相当分ポイント還元キャンペーン、こんなキャンペーンなども行われています。楽天モバイル iphone とセットで購入して、まあ、ポイント還元率まで合わせると非常にお得にね。iphone 購入。 できますなんですけど、あくまでね、こちらに関しては、楽天モバイルでの購入限定になっています。今回解禁されたのが、はい。楽天モバイル公式、楽天市場店での販売になっています。要は、楽天市場で購入することができるようになったって形になっています。まあ、これね、喜んでる方多いんじゃないかなと思います。まあ、なんで喜ぶかっていうと、それはもう楽天のね、楽天経済圏を使ってる人だったらわかると思うんですけど、ポイント還元率がすごいからです。楽天モバイルで購入しても、まあ、2万円分のポイント還元みたいなのを受けることができるんですけど、その他の楽天市場でのポイント還元みたいな受けることができ ません。楽天経済圏だとよく聞くね。spu だったりとか買い回りとか。まあそういうポイントを受けることができないんですよね。なんですけど、これからは楽天市場でも iphone を購入することができるんで、そういうポイント還元の恩恵を受けることができます。そしてね。今回行われる最初のキャンペーンっていうのがまあ、対象の iphone 購入プラス初めての楽天回線を申し込みで、iphone お買い上げのポイント10倍っていうキャンペーンが開催されます。まあ、どうなんでしょうかね？iphone とかに関しては大体10万円を超えるものが多かったりすると思いますので、そう考えるとポイント10倍だと1万円ジョブのね。ポイント還元を受けることができます。 できてさらにね誰でも5000円分のポイント還元ということで15000円ぐらいは楽天市場店で購入すればもらうことができる形になるんじゃないかなと思いますそう考えると先ほどのキャンペーンが、まあ、最大2万円のポイント還元になっていますので、まあ、あと5000円分ぐらい自力でポイント還元をねもらえる方に関しては非常にお得になってくるんじゃないかなと思います5000円分って言うと、まあ、5%ぐらいになっていますので spu と呼ばれるもの最大15倍ですねっていうのの対象にもなってきますのでそれこそねこのポイント最大15倍っていうのの15倍の人とかであればさらに単純計算ね10万円のものだったら15 5 0 0 0円分ぐらいのポイント還元受けることができますので、元々のキャンペーンより非常にお得にね、購入することができるんじゃないかなと思います。ただしね、楽天モバイルに関しては、iPhone SE、5万5000円とかのね、商品とかに関しても2万円分のポイント還元になっていますので、5万5000円になってくると、さらにね、ポイント還元率上がらないと、ペイできなくなってきてしまうので、iPhone SE 第2世代とかをね、購入したい方に関しては、楽天モバイルで購入した方がいいと思うんですけれど、それ以外のね、今回のキャンペーンで iPhone を購入したい方に関しては、こちらのね、楽天モバイル公式楽天市場店の iPhone 販売開始キャン のがお得になななってくるんじゃいいかなと思いますまた、もちろん、このキャンペーンを除いたとしてもね、先ほどお見せしたように、こちらですね、最大ポイント15倍。まあ、ルルカに関しては5.5倍しかつかないんですけどね、つかないんですけど、どうなんだろうね、10倍ぐらいまでとかであれば、現実的にいるみたいなので、10倍とかの方であれば、今回のね、キャンペーンがなくても、10円のものであれば、1万円分のポイント還元受けることができますし、それこそ、現在行われているね、お買い物マラソンですね、こちらも買いまれてポイント10倍とかになってくるんですけど、ま、あ上限が7000ポイントなんでね、iPhone とか買っちゃうと、上限超えてきちゃうんで、もったいない部分もあるんですけど、 そういうポイント還元だったりとかもうこれだけではなくてポイントがね2倍だったり3倍つくキャンペーンいろいろあったりするんだけどその複合も受けることができますさらにね今回に関しては iPhone だけではなくてアクセサリー関係に関してもね同時で販売されるようになりました、まあ、こちらはねキャンペーンの対象外になっちゃうんですけれどそれでも普通にね楽天市場のポイント還元の対象にはなりますのでつい最近ね Amazon のプライムデーで話題になった AirPods Pro とかなんだけど確かね Amazon とかだと最安だと22,900円とか約23,000円まで下がったんですよね7,000円引きぐらいで 購入することができる状態だったわけなんですけど、まあただ先ほどもお見せしたようなポイント還元とかを含めると amazon プライムデーまでのね。値段まで下がるかわかりませんが、それにしてもね。ポイント還元1。5倍とかね。それこそまあ20倍だったり、買い前とか合わせると、他で買うよりも非常にお得に購入することができるようになるんじゃないかなと思います。今までは公式で売られていなかった。ちょっとね。出所がわからない。買ったりとかもちょっと高めだったりとか、信頼度がちょっとね。1段落ちるようなところで、そういうものを購入していた方もいると思うんですけど、この度ね公式で売られるようになったので、その安心感プラスね。ちゃんと。 ポイント還元を受けられるっていうのは非常に大きい。んじゃなないいかなと思います、すはいまあ、そんな感じでね。まあ、このキャンペーンの部分、除いたとしても、楽天市場でね、iPhone だったり、iPhone のアクセサリーが購入することができるようになったのは、非常にいいことじゃないかなと思います。まあ、ルルカに関しても、iPhone12 今使ってるんですけど、次の iPhone が出た時には、まあ、どのタイミングでね、こちらの楽天モバイル公式楽天市場店に追加されるかわからないんですけど、こちらで購入できるのであれば、多分ルルカはこちらで購入したいかなと思います。まあ、それこそね、すぐに欲しい方とかに関しては、それこそ、アプリの公式サイトで購入するのがね、最速になってくるので、まあ、 こちらがいいと思うんですけど、まあ、そこまでね。最速で手に入れなくてもいいと思う方に関しては、多分その iphone の次のね。最新機種とかに関しても、ちゃんとポイント還元の対象になると思いますので、まあ、こういう10倍とかにはならないにしてもね。他で購入するよりも最安でね。楽天だったら購入することができると思いますんで、まあ、次に購入する機会があったら、楽天モバイル公式楽天市場店使っていこうかなと思っています。一応、このキャンペーンの流れも見ていこうかなと思います。普通にね。楽天回線と同時にね。契約したい方もいると思いますんでね。はいで流れとしてはなんですけれど、対象スマホの購入期間ということで。 月22日から開始されていて7月12日朝の9時59分までがスマホ購入期間になっていますその後プラン利用開始期限と楽天リンク利用開始期限というのがあってこちらがね両方8月31日になっています楽天リンク利用開始とかに関しては他とも変わらない感じで楽天モバイルのキャンペーンを受けるためには一つ試練がありますはいこちらですね楽天モバイルのねキャンペーンの恒例にはなってるんだけど今回に関してもポイントゲットの流れっていうものをやらないとダメですこれはね楽天モバイル系のお得なキャンペーンだいたい全てねこれを通さなきゃいけないんですけれど、まあ、普通にね購入し しますとで、その後、購入完了後、正式契約の手続きを進んで、まあ、到着したら設定をする。で、一番最後ですね、こちらが一番大事なことになっているんですけれど、購入した後に楽天リンクアプリで10秒以上の通話をする必要があります。これをしないとポイント還元受けることができません。なので、必ずこちらの楽天リンクを使っての10秒以上の通話、2021年8月31日までに行ってください。そうすることによって、ポイント10倍の対象になります。詳細の方まで見ていこうかなと思うんですけど、まあ、ここね、見て気づく点があるんですけど、 けど、ま、あ実はね、先ほどこのね、下の3つの部分ですね。製品のご注文期間っていうのと、プラン利用開始期限。 あとは楽天リンク利用期限っていうのが記載されていたんですけど、実はその上にね、もう一つ項目がありました。何かというと、プランのお申し込み期間ということで、製品ご注文日から11日以内出ないと対象にならないってことが記載されています。先ほどまでのところにはね、その辺の記載がなかったので、まあ、この辺ね、注意が必要じゃないかなと思います。そしてキャンペーン条件というところで、上記各項目の期間内に1234の条件をすべて満たした楽天会員の方ということで、特典はお一人様一度のみ、楽天モバイルを初めてお申し込みいただいた回線を適用となりますということで、 1>, 1人1回しか受けることができなくて楽天モバイルに、ね、初めて入った方しかこの10倍キャンペーン受けることができませんので注意してください1っていうところで楽天アニメと6と申し込みと同時に対象製品いずれかをご注文というところでまた、あ、対象製品ですね今回であれば iPhone 系ですね の対象製品っていうのが記載されています。商品の注文からクーポンを引いたお支払い額に応じて通常ポイント1倍に加えて特典9倍分、合計10倍分のポイントを付与しますってことになっています。製品プラス楽天回線プランセットのページのご注文でない場合はキャンペーン対象外となりますのでお気をつけくださいとね、赤字で書いてあります。ここに関してはね、概要欄のところにリンクの貼っときますので、まあ、そちらからね、見ていただけたらなと思います。製品プラス楽天回線プランセットページじゃないとダメなんでね、ここに関してね、ご自身でね、検索かけようと思ってる方に関しては注意いただきたいかなと思います。ポイント を使ってお買い物した場合商品の注文額に応じたポイントが付与されますクーポンを使ってお買い物した場合は商品の注文額からクーポンを引いたお支払額に応じたポイントが付与されますこのへ注意してくださいねで、対象なんですけどその2楽天アルミと6で下記1,2いずれかの方でお申し込みってところで新規もしくは他社から乗り換えですね、まあ、こちらが条件になっていますそしてね、まあ3がプランの利用開始日ですね プラン利用開始日とはってところで新規を申し込みの場合は、12のいずれか早い方がプラン利用開始日となりますっていうので、12っていうのが当社に配送完了データが通知された日、もしくはプラン、SIM カード、ESIM にて楽天回線またはパートナー回線の電波が利用できるようになった日、こちらのどちらかがプラン利用開始日となります。そしてね最後なんですけど、楽天リンクのご利用ということで、必ずね、楽天モバイルのポイント還元に関しては楽天リンクを利用する必要があります。唯一楽天のモバイルルータ系を使う場合に関しては楽天リンク使えないんでね、 使わななくてもポイント還元になるんですけどそれ以外に関して、は10 10秒秒以以上上ののの発発信信が必必要になってててますので必ず10秒以上の発信をししくださいそ特典内容なんですけど、先ほども言った通り、ポイントが10倍になりますと。まあ、ただし、ね、通常のお買い物でね、1倍分が付与されていますので、合わせて10倍って形になります。で、ポイント付与のね、タイミングってところなんだけど、楽天リンクの利用が確認された月の翌々月末日頃に付与ということで、楽天モバイルね、いつもルれるかこういうキャンペーンがあると、必ず注意喚起しているんですけど、楽天モバイルに関しては、ポイント付与。結構いい加減だったりします。なのでね、 確認してみてください。ポイント付与日までにね、ポイントが付与されていない場合に関しては忘れ去られているとかまあ何らかのミスでね付与されていない可能性が高くなっていますのでポイント付与がされていないようであれば必ずサポートセンターに問い合わせのをしてみてください。まあ、何らかのねミスで止まっている可能性が高いと思います。まあ、楽天モバイルはねポイント付与とかに関しては本当いい加減なんでね気をつけてください。そしてねポイントの有効期限なんですけどまあ、付与日を含めたね6ヶ月間ということでまあ、楽天ポイントねいろんなところで使えますんでリアルにアプリでねダウンロードしていろんなところで使うもいいし楽天ペイで使うのもいい 思いいいまますすししももちろろんんんねね楽天市場ででででで使使うここことときののなえるんで、ね、5ヶ月間この間に必ず利用ててみてくださいはい、そしてね、適用対象外に関しても、普段とあまり変わらない感じで、まあ、お金をね、しっかり払わなかったりとか、注文内容に不備があったりとか、そういうものに関しては特典対象外になりますっていう感じで、基本的にね、気にしなきゃいけないところはそんなにないんじゃないかなと思います。で、利用負荷キャンペーンとかに関しても、まあ、この辺に関してもね、基本的に楽天モバイル現在開催されている3ヶ月間無料で利用することができるキャンペーン、まあ、あとはね、誰でももらえる5000分のポイント還元キャンペーン、その2つの の変容ができるぐらいで後のものに関しては基本的にはね変容できないと思っていいと思いますいろんなキャンペーンがね随時開催されているんですけれどお得系のキャンペーンは合わせて使うことは基本的にできませんということでね楽天モバイルで iphone が公式対応端末になったんですけれど楽天市場内で売られていなくていつからね iphone とか楽天市場で公式で購入できるのかなと思っていた方に関しては非常にね朗報になっているんじゃないかなと思いますということで今回ね楽天市場で iphone が購入することができるようになってまあ、非常にねいい感じではあるんですけど残念ながらこれからね楽天市場で iphone 購入しよううと思う方に関 1> は1つ注意点があるんですけれど、以前にもね動画の方にさせていただいたんですけれど、楽天モバイルで不正にね。iphone を購入するっていう被害がかなり出てきています。その問題が出てきたことによって、残念ながら iPhone まあ一括購入とかね。普通に購入する際、とかに関してもなぜか受け取りの時に本人確認が必要になります。実は分割で購入したりとかまあ逃げられてしまったりとかする可能性ま。そういうのも含めて本人限定受け取りみたいな感じ。でまあ本人確認をしてね。受け取ったりするわけなんですけど、楽天モバイルに関してはかなり厳しい対応をしていて、この楽天市場店に関しても購入した。 に関しては本人限定受け取りかなで多分受け取らないと購入することはできないと思うんですよねまあ、そういう感じで非常に面、ね、倒くさい部分とかはあるんですけど、まあ、間違いなくポイント関係率入れると非常にお得に購入できるのは間違いありませんのでそれも含めてね購入するといいんじゃないかなと思います今回ね紹介した楽天モバイル公式楽天市場店に関しては概要欄下のところにリンクの方貼っておきますので興味がある方はそちらの方から確認してみてください今後もいろいろな動画毎日更新であげていきますのでよろしければチャンネル登録いいねコメントお願いいたします今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました